はい、じゃあ今日は、クローズドリムショットっていう技をやっていきたいと思います。これいろんな名前が実はついてまして、リムクリックっていう場合もあるし、そんなぐらいですかねあとちょっと名前あったんですけどちょっと忘れちゃったんで、はい、まあ、クローズドリムショット、まあ、リムショットって言われることもあります。まず持ち方ですね、普段持ってる3分の1ぐらいのところで持ちます。でイメージはそのまま手をこう前に出す形です。前に出すような形でスティックを持ってこう置きます。でこの時に、人差し指をつまむんですけど、まあ、ギュッてこういう風に持ってしまうとですね、今日ギュッて持つと、指が、なんですかシーソーみたいにこうなってしまうので、この時は指を横からつまむような形でこう持ちます。で叩く時は、ここですね、スティックの上の方を縁に叩きつける、まあ、これがリムって名前なんですけども、リムにこう叩きつけるような形で音を出します。はい。で、この時他の指ですね、2本の指は先ほど横でこう添えるっていう話なんですけど、こちらの、人差し指じゃなくて中指薬指小指は、添えててもいいですし、先生はこういう風にやっちゃうんですけども、あとはスティックのこう横にこうくっつけてても大丈夫です。ただ邪魔にならないようにします。で、その他ですね、スティックのこのお尻の部分は白い画面につけます。あと名前がわからないんですけど、ここここです、はい、ここも、スティックに、画面につけます。なんでスティックのお尻とここですね、これをくっついた状態で手首を持ち上げて叩きます。はい、これは基本的な叩き方です。で、音を変える要素が実はあって、ここの縁、押しの縁ですね、押しの縁から、このスティックのお尻までの距離で、いろいろ試していただきたいんですね。例えばすごくくっつけちゃいます。くっつけるともうほぼスティックの音しかしないんですね。で上の方行きます。そうですね、ちょっとなんていうんですかねなんか広がる音っていうんですかね、はい、ちょっと音変わります。大体この辺です。はい、この辺がおすすめです。でよく言われるのは、いやよくわかりませんまあ音、まあ、確かにこう違いますね。でこう本当にちょっとでこう変わるんですよ音どこがいいんですかっていうと、まあ、音抜けがいい場所っていうんですが、まあ、大体この辺、はい、まあ、こう言っていくと中間ぐらいなのかな。まだまだまだこの辺、この辺行き過ぎみたいなっていうんで、この辺がおすすめになります。まあ、最終的には好みになるんで、絶対ここじゃないとダメっていうのはないです。はい。で、こう探していきます。で、先ほど、手を前に出す形ってお話したのも、ここは関係しまして、たまにこういう方いらっしゃるんですね。いや、いい音見つかんないな。あ、ここいい、ここいいってなると、腕辛いんです、これ真逆になるんで、もうなんか、ちょっと釣りそうです、みたいな感じになると、はい、もう大変なんで、まあ、これ大げさにしましたけど、まあ、こういう仕方はまずいないですが、はい。まあ、この辺はいるかもしれないですね。まあ、あと、ここぶつかっちゃうっていうのがあるんで、この青と赤の間ぐらいで、まあ、手をまっすぐこう出した位置ですね。まあ、なるべく楽な位置でこう叩いてあげると、いいかなと思います。はい。で、あとは、そうですね、注意する点は、あんまり上の方を持つと辛いです。なんですかね、テコの原理的な感じなんですかね。まあ、この辺とか持つと全然手が上がらないっていう。もうテコの原理じゃないですね。はい。まあ、下の方の方が、こう、手がこう上げやすいっていうのがあります。はい。で、スティックの長さ、太さによっても、若干変わりますし、チューニングによっても変わります。チューニングによってっていうのも、ここの縁の高さと座面の高さまでの距離で、音が変わるんですね。はい。なので、スネアドラムを変えて叩くって時は、まずは、こう、あ、この音みたいな感じでチェックしてあげるといいです。まあ、大体この辺っていうのはあるんですけど、たまに、あ、違ったってなります。で、さっきチューニングによるって話したのも、チューニングを締めると、縁と座面の距離がちょっと短くなるんですね。0. 何ミリか 0.0 何ミリの世界ではあったりするんですけども、はい、それによっても変わりますし、種類によっても変わります。特にちょっと上に映ってる、まあ、こういう木のやつとかだと全然高さ違うんで、いつもの位置で叩こうとすると、わ、全然いい音しないっていうんで、ちょっと大変ですね。はい、っていうのが注意点になります。以上です。